この日は、今回の仕事の最終日で、午後からは、自由気ままに、歴史散策を行おうと考えていた。仕事は、この日の昼少し過ぎに全て終わった。あとは、自由な歴史散策ができる。今回は、前回、大雨で断念していた花巻周辺の歴史散策をメインに考えていた。しかし、この日の午後、花巻まで北上する間、どうしても寄りたいところがあった。その始めが平泉の毛辻庭園だった。以前、平泉探訪の際には、日が暮れてしまい、訪れることができなかった。毛辻は、かなり前に、小学校の遠足で来ただけだった。当時は、平泉の遺跡の多くは未整備で、毛辻の浄土庭園も、石組みはあるものの、水もなく、樹木も少なく、土が、むき出しで、庭園の手はなしていなかった。今思えば、それは、それなりに趣があったとも考えられるが、小学生の乏しい知識と想像力では、そこに浄土庭園を現出することは無理だった。平泉町は、かねてから、世界遺産への登録を目指し、多くの遺跡の調査や復元、保護、町並みの整備など、地道な活動を行ってきた。その努力が実り、世界遺産登録が実現したことは、喜ばしい限りである。毛辻に到着すると、嬉しいことに、多くの観光客が訪れていた。私は、観光とは、その地の文化と自然を大切にし、それを共有する方々が訪れ、それを体感することだと思っている。どこぞの観光地のように、海外の観光客を誘致し、連日、どんちゃん騒ぎのイベントを行い、セレブに買い物をさせるなどは、真の意味で、観光とは言えないものだと思う。ましてや、カジノを誘致し、セレブから金を巻き上げようなどは、とんでもない話だ。駐車場に車を止め、山門の受付を通り、境内に入った。この日は晴天で、相変わらず暑かったが、空は高く、木々のおかげか、風も、幾分爽やかに感じる。庭園は、一部調査が行われていたが、美しく復元されていた。いにしえには、この庭園に、宇治平等院を思わせる建物があったはずだ。この日は、吹く風も穏やかで、庭園の池は、周りの木々と高い空を静かに映している。庭園はかなり広い。池の周りをゆっくりと回る。周囲には、堂々伽藍の礎石が残っている。回りながらふと気がついた。江戸時代の大名庭園とは、その趣がかなり違う。大名庭園では、実際の池と石と木々のバランスの妙で、日本の様々な自然を表しているように思う。しかし、この庭園は、池に木々や空を映し、なおかつ壮麗な建物群を映していたはずだ。この庭園の主役は、静かな水面に映る倒立した広い空を映した風景で、その虚像の中に浄土を見ていたのではないかと思えた。この世界遺産平泉が、この地の文化を理解しようともしない観光客に荒らされることのないように、また、愚劣な観光施設などで貶められることのないように、いつまでもみちのくの誇りと言えるものであり続けてほしいと、切に願い、この地を後にした。
毛津寺を後にして、この日に訪れたかったもう一つの地の奥州市の白鳥建跡に着いた。古代の安倍氏に関わる建のはずで、中世の城館とはまた異なる興味があった。また、最上義昭に暗殺された山形県村山の白鳥十郎が安倍氏の末裔である伝承があり、この白鳥建とのつながりも気になっていた。道筋には小さな看板が出ており、迷うこともなく現地に着いた。この建跡はこの地域の方々の誇りなのだろう。駐車場が整備され、なんとパンフレットまで置いてあった。ありがたくパンフレットをいただき、その地図をもとに建跡に向かった。現在の建跡は北上川の屈曲部に位置するが、古くは北上川は屈曲してはいなかったようだ。この地に半島上に張り出した台地があり、そこに建ては築かれたようだ。平泉を中心に存在する安倍氏の盾の多くは平城で、それは戦いのためというより、市政の盾、巨漢という方がふさわしいものが多く、用外性はあまり感じられないものが多い。しかし、この白鳥盾は戦国後期まで使われたとされ、その用外性は高い。この台地の周辺は、かつては、北上川の氾濫により形成された湿地だったろう。この台地の先端部が主角だとされている。この台地は先端に行くほど高く、先端部の主角には物見台として使われただろう地もあり、そこからの北上川の眺めはなかなかのものだ。安倍氏は陸奥六郡を支配し、その勢力を宮城県北部にまで伸ばし、その伝説は陸奥全体に広がっている。その財力を支えたのは、当時は奥六郡の経済の大動脈だった北上川なのだろう。その意味で、この白鳥盾は非常に重要な役割を持っていたと思われる。盾跡には、キャラボリア土塁、断築状の地形が見られるが、その多くは、おそらくは戦国期に入ってからの遺構だろう。戦国期の城館としては大きいものではないが、それでも北上川を抑えるこの地は、この地の支配者にとっては重要なものだったろう。この盾の始まりは、安倍氏一族の白鳥八郎範朝とあり、やはり山形村山の白鳥氏の出自の伝承とかぶっているようだ。前九年の役で安倍氏が敗れた後に、安倍氏一族は各地に四散し、私腹し、子孫を後世に残したのだろう。物見台から北上川を眺めながら、平泉で敗れた安倍一族は、この地に集結し、再び戦ったのかもしれない。どのように戦い、そして、最後の地の盛岡の安倍盾にどのようにして逃れたのか、興味は尽きない。